熊谷6人殺害、無期懲役で大炎上。本日までに最高裁が2015年に埼玉県の熊谷市において、ジョジョをレープし、ジョジ2人を含む6人が殺害された事件において、ペルー国籍の中田ルデナ・バイロン・ジョナタン被告に対して、無期懲役の判決を確定させたことが明らかになりました。 この被告に対しては、2018年の3月に、さいたま地裁において、裁判員裁判で、被告が統合失調症だったことを認めた上で、残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取ったと完全責任能力を認定し、6人もの命が奪われた結果は、極めて重大だとして、 死刑判決が下されましたその後、2019年12月に東京高裁において、被告は統合失調症の悪化でスーツの男が危害を加わるため追っているとの妄想を抱いていたと認定し、被害者を追跡者とみなして殺害した可能性があったなどとして、心身耗弱状態だったと判断し、無期懲役に 原刑してしまいました。今回はこの無期懲役の判決が確定してしまっておりますが、この裁判においては3つの問題がございます。まず、地裁において裁判員裁判によって死刑判決が下されたにもかかわらず、その判決が尊重されていないという問題です。裁判員の皆様も、 こういった死刑の判断を下すことは相当な負担があったものと思われますが、これでは全く意味がありません。最高裁には裁判員の裁判の判決をですね、裁判員裁判の判決を最大限尊重するように運用を見直していただき、現状の法体制ではそれが難しいというのであれば、 政府や国会が法改正を行い、可能な限りですね、裁判員裁判の判決を尊重できる体制を整えていただくようにお願いいたします。また、二つ目の問題としては、このような重大な事件においても、心身交弱などによる減刑が認められてしまうことでございます。こういった 重大な事件においては、原形を認めず、厳罰化できるように、法改正を行う必要があるでしょう。また最後、三つ目の問題としては、こういった殺人などの重大事件を引き起こす可能性がある、統合失調症などの患者については、事件を防ぐために、措置入院できる制度がございますが、 今回はそういった制度がうまく機能せずこのような事件が発生してしまっておりますこのような事件を防ぐために直ちに措置入院できるように対応する必要があるでしょう病院においてそういった重大な事件を引き起こす可能性がある患者が確認された場合はその場で措置入院できるように 対策を講じる必要がございます。こういった三つの問題を解決しなければ今後も同じような事件が続いてしまう可能性がございますので政府には国会には最高裁には自治体にはこのような問題を速やかに解決していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。